2016年6月6日7時36分。ネットで見つけた怖い話。第9戦16は、溺れてる女の子を助けた。溺れてる女の子を助けたら、お母さんも沈んでる、と言われたが、行方はわからず。よくよく調べたら、母一人子一人の母子家庭の無理心中、いや納得心中だったのか。女の子だけ生き残ってしまったが、こちらとしてもどうにもできないし、一生母親の自殺を背負って孤独に生きる。これ知人の話。なんで助けちゃったんだろう、と言ってたな。839。女の子の年齢がわからないけど、子供を巻き込んだ無理心中のニュース目にするたびに、親がいなくても子供は育つんだ、自分だけ死ねやぼるわ、と思うので、母親だけ死んだのは後味が良い。施設に入る方が、そんな親と一緒よりまともに育つと思うよ。840。まんまドキュンだな、おいW。施設暮らしは辛いぞ、どんな親でも一緒に生きるべきなんだよ。自分だけ死ねと言えるその心がすごい。841。いや、839は、一緒に生きるべき、ではなく、一緒に死ぬべき、としか読めないが、親が死ぬだけの理由があるなら死ねばいい。だが子供を巻き込むべきじゃないだろう？子供を巻き込む心中は理解できない。金をできるだけかき集めて自分だけ死ぬ、とかの発想自体できなくなっているんだろうな。それ以前に借金踏み倒して生きていってほしいが、自殺する人はそれどころじゃないんだろう。なんとも辛い話だ。私の知り合いは、子供の時母親に、一緒に死にましょう、と言われたんだけど、いやだ、僕は、生きるからお母さん一人で死んで、と言い放ったそうな。母親は死ぬのが馬鹿らしくなり、二人とも今でも健在。ネットで見つけた怖い話。第9戦17は、既婚女女、20代後半。会社の人たちと休日ランチをしたら、既婚女女、20代後半、が小学生の娘を連れてきた。長女、母親そっくりの球体、母親そっくりのブサイク顔、次女、ほっそりと色白で、黒目がちな瞳に赤い唇で白雪姫を思わせる可愛い子で、母親と長女の次女バッシングがすごい。女長女が次女のおかずを奪う、女母。お姉ちゃんの方が大きいんだから、お姉ちゃんにあげなさい、女長女が次女のデザートを奪う。女母。まるまるちゃん。次女めい。わー甘いものあまり好きじゃないんだから、お姉ちゃんに食べてもらってよかったじゃない。どうせ残すんでしょ。ずっとこんな感じ。そして、女長女が、うちのお母さんはブスでデブだけど若いうちに結婚できたもん。私は、お母さんに似てるから、きっと結婚できるから問題ないよ。いくら美人で痩せてて頭が良くても結婚できなかったら意味なしじゃん。まるまる、次女、なんてきっと結婚できないよ。大人になってからモテるのは私だよ。そして一緒にいた30過ぎ毒女。美人で会社のマドンナ的存在。に向かって。この人美人だけど、絶対面取ってるよ W。ねえママ、この人独身だよね WWW。美人のくせになんで結婚できないの？うちのお母さんはブスだけど結婚してるよ WWW。ねえママ、この人ママより年上？年下？女は娘を連れて真っ先に帰っていきました。駐車場で、残った我々に微妙な空気が流れる中、一番若いバイトちゃんが、いやぁ、別の意味で楽しかったっす。なんかすごいもの見せてもらったって感じ W。で一斉に爆笑。今日や高ネタに別の店で談笑しました。ネットで見つけた怖い話。第9戦18は、夫に DV されている妻子。とある家庭のお話、夫に DV されている妻子がいた。
公的機関の助けにより妻子は暴力夫から逃れることができた。バツイチ子持ちだが若くて魅力的な女性。再婚したが、またも DV に遭う妻子。この女性、いわゆるダメンズウォーカーじゃないんだよな。私は、娘さんの家庭教師してるんだけど、この子が口達者で常に攻撃的。人の神経楽なでする嫌味を微笑みながら言う。母親そっくりの笑顔で、男に暴力振るわれるタイプじゃなくて、暴力振るわせるタイプなんだと思う。815。無神経なことを言ってしまう家系ってある、家がそう。あなたはうんと年上の人となら結婚できると思うわ。とか近所に住むデブスの娘さんに言ってみたり、もっと薄暗いお店で働いた方が良いと思うの、と豊島のホステスさんに好意だけでアドバイスしちゃう。本当に悪いと思っていないところが怖い、子供ながらハラハラする。多分遺伝的なアスペルガーなんだと思う。いとこ7人全員引きこもりだし。自分も小なし専用主婦で実質引きこもりだし。ちなみに曽祖父の代まで、代々年貢取り立て役人だった。無神経的じゃないとできない仕事。ごめんなさい、言葉抜けてました。822は私の母の言動でした。ちなみに、祖父は転んで有刺鉄線に突っ込んで顔面向けまくりの血まみれの私。当時幼稚園児。に対して、子供は頭の比率が高いからよく転ぶのだな。オメガ。ふむ、とても差し伸べず、突っ立って冷静な分析をしてました。結局近所の人が駆けつけてマキュロン塗ってくれた。祖父は乳母に育てられ、すぐに養子に出されたから肉親の情とかがよくわからないらしいのだが、それでも子供心に、このじじい尋常じゃない。このパーフェクトプリティなお子様、しかも幼女である私が泣いているというのに、優しくするだろう常子、雨ぐらい持ってこい。と思っていた。思えば大泣きしながらも、そんな思考を幼稚園児がするところが、まさに血なのかもしれん。ネットで見つけた怖い話。第9019話、閉ざされた窓。大田で見た後味の悪い話。319。ピーターパン、ノアのシーンって、作者ジェームズ・バリーの味わった思いをそのまま書いてるらしいですね。彼は二人兄弟だったのだけど、母親は兄のデビッドを溺愛していて、次男のことは全く眼中になし、が、その兄は12歳ぐらいで亡くなってしまった。これで自分のことをちゃんと見てくれるかな、と思ったジェームズ少年だけど、実際は全く楽の結果に。母親はショックのあまり、長男が死んだこと自体を忘れ、ジェームズに向かって、デビッド、と呼びかけるようになってしまった。ピーターパン、自体では泣かなかったけど、この話を知った時は涙が溢れました。母にとっては、死んだのは兄ではなく自分だったのだと思い知らされた少年の心情を考えると、窓は目の前で閉められ、二度と開くことはなかった。もう、フィクションだったらこんな設定出せないぞって感じ、あまりに悲痛すぎる。思い出すたびに胸が切り裂かれるような痛みを覚えます。やや方向違いですが、児童書関連ということでお許しを。352です。あれから確認したのですが、バリーの母親が忘れてしまったのは長男が死んだことだけではなく、次男の存在そのものだったらしいです。ジェームズという息子がいたこと自体思い出せず、子供は一人だけだったと信じ込んでしまったようです。赤木かんこさん曰く、ピーターパン。はなぜ自分が苦しいのか、50歳近くまで考え抜いて出した結論だったのでしょう。子供らしい空想と突き刺さるような痛さが混在しているわけがわかりますね。11。ありがちで確かに後味が悪い気もするけど。ピーターパン関係あるのか？15。一行目の、あのシーン。というのは多分、窓から家を飛び出して妖精と暮らしていたピーターが自分の家を見に行くと、母親がいなくなったピーターを思って悲しんで泣いている。その後、今度こそ帰ろうと思ってまた家に行くと、いつも開いていた窓は閉ざされ、母親は新しく産んだ子供を可愛がっていて、自分は忘れられた、
もう自分に帰る場所はない、ということに気づく、みたいなシーンだと思う。ネットで見つけた怖い話。第9戦20話、近所の人たちに可愛がられていたのライム。結構前に見たテレビの動物番組、ゲストにシュフト犬がやってきて、その出会いの再現 VTR が流れる、ある町に野良犬がいた。近所の人たちに可愛がられていたが、住み着いてしばらくした時に保健所が引き取りに来た。人懐っこい犬だが、リードもついてないので子供に何かあると危険とのこと。そこで、住人の何人かが、私が飼います。と、その犬を飼うことに。しかし、野良犬はリードに繋がれることを嫌い逃げ回る。そんな中、住人の主婦の一人は根気よく野良犬に接していた。そのある日、野良犬はその主婦に、一緒に来て、と言わんばかりに、主婦がいる後ろを何度も振り返りながらいろいろな場所に連れて行った。そこには犬しか通りそうもない場所や寝床と思われる場所などもあり、主婦は、ああ、この犬は自分が今まで過ごしていた場所を案内してくれているんだ、と思う。そしていろいろな場所を見せた犬は、そのまま主婦の家に行き、おとなしくリードにつながれ変われることに。いやあ、良い話でございますね、はい。司会者が感激した後に、動物学の教授とやらに。こんなことってあるんですね、犬ってすごいね、犬って良いね、と話を振る。すると教授は、いやいや、この犬はあなた、主婦、お道に迷わそうとして連れ回した可能性が多いです。それでもあなたがしつこくついてきたから、諦めて仕方なく飼われてやるか、って感じでおとなしくなったんでしょうね。とばっさり、明らかに落ち込む主婦。いやあ、犬って奥深いですね。と、無理やりまとめる司会者。自分も自宅で犬を飼っているので切なくなった。犬を飼って初めての散歩の時、犬は主人をいろいろな場所に連れて行った。ああ、思い出しながら飼いてたら最後に余計な一行が入ってしまった。忘れてください。ネットで見つけた怖い話。第9戦21話、失明した青年。昨日の某番組で、網膜分離という障害のために失明した青年が、努力の末エベレスト登頂に成功する、というドキュメンタリーをやっていた。偶然、その番組を見ていた俺は、正直感動したのだが、晩酌しながら見ていた親父は複雑な表情だった。その表情が気にかかり、それとなく聞いてみると、親父はポツリポツリと話し始めた。ようやくするとこうなる。親父の叔父、すなわち俺からすればじいちゃんの弟、王子、には、息子、親父からすればいとこ、仮には一郎さんとする、が一人いる、ということになっているが、実はその息子の下にもう一人息子、仮には一郎さんとする、がいた。Y 次郎さんも生まれつき目の障害を抱えており、10代前半には失明してしまうと医者から宣告されたそうだ。その宣告にショックを受けた Y 次郎さんの母親は、Y 次郎さんが失明するまでにきちんと自立した生活を送れるようになってほしいとの思いから、とても厳しくしつけたそうだ。だけど母親は一つ重大なミスをしてしまった。Y 次郎さんを決して褒めなかったのだ。目の見える人はそのくらいできて当然。もっと頑張れ。このくらいじゃダメ。Y 次郎さんがどんなに頑張っても帰ってくるのはそんな言葉ばかり。Y 次郎さんは次第に母親を嫌いになっていった。そして、ついに失明してしまう Y 次郎さん。ショックで家に閉じこもってしまうが、母親はそれを許さず、半ば無理やり Y 次郎さんを外へ叩き出す。仕方なく杖をつきながら外を歩くが、10年前で障害者への理解も乏しい時代。周りのクソガキどもは Y 次郎さんを、目まるら、と笑い、石まで投げつける。やっとのことで家に帰りつき、悔しさに涙を流す Y 次郎さん。でも母親は、そのくらいで泣くな。お前はこの体と一生付き合っていかなくてはいけない、と、
慰めの言葉一つかけてくれない。そんな日々が続き、Y 次郎さんはとうとう限界を迎えた。いつものように母親から家を追い出され、杖をつきながら外をさまよう。やがて、家から少し離れたところにある道路に出た。交通量の多い時間帯、Y 次郎さんは戸惑いもなく道路へ侵入し、トラックにはねられた。即死だったそうだ。葬式が終わり、母親が Y 次郎さんの持ち物を整理していると、偶然テープレコーダーに Y 次郎さんが肉声を吹き込んでいたことに気づく。吹き込まれていた肉声、それは母親への限りない恨みと憎しみ。親父もその内容までは知らないそうだが、気の強い母親が発狂寸前にまで追い込まれたらしいので、相当すごい内容だったと思う。結局、母親は精神を病んで2年ほど精神病院に入院することになり、かなり苦労したそうだ。そして、数十年後、Y 次郎が私を見て笑っている、といった内容の幻覚を見ながら亡くなったらしい。最後に親父は、厳しいだけじゃダメなんよ、と言ってこの話を終えた。ネットで見つけた怖い話。第9選20には、脳に悪性の腫瘍がある。11年前、小学校高学年のいとこ、父の弟の娘、が、脳に悪性の腫瘍がある、と診断された。まず助からない。余命は5、1年とのことだった。いとこは入退院を繰り返し、あまり学校も行けなくなった。元からコミュ力が低く成績も良くなかったいとこだったが、学校に行けなかったせいで一層拍車がかかった。おじ夫婦はいとこに友達がいなくても成績が悪くても、気にしなかった。生きていてくれさえすればいい、といとこを溺愛した。いとこは小学校を卒業し、中学校を卒業し、高校に入学した。この頃になると、通院だけで入院はしなくなっていた。おばの娘大学生。私から見るといとこ。がおじ夫婦に頼まれて、いとこの家庭教師をすることになった。高校生のいとこは、アルファベットさえも覚えていなかったそうだ。結局おば娘の家庭教師は、その後おば娘が多忙になったとかで1ヶ月ちょっとで終わった。高校を卒業する頃には、いとこは通院もしなくなっていた。いとこは調理師の専門学校に進学した。おじ夫婦はいとこのために、使い勝手がいいという高級包丁やら鍋セットやらを買い揃えた。いとこは料理が全然できないから授業についていけるのかな。と心配していたら、数ヶ月で辞めた。翌年、トリマー養成学校に入学した。おじ夫婦はいとこのためにプードルを買った。こちらも数ヶ月で辞めた。現在、いとこは成人している。バイトはしているが、だるい。面倒。と言ってすぐに辞めてしまう。家事を手伝ったりもしない。おじ夫婦は、ニートに近いいとこのことでイライラしている。何が後味が悪いって、脳に悪性の腫瘍が、り、というのが誤診だったこと。医療関係者、医師と看護師、三人に別々に聞いたが、全員が、脳に悪性の腫瘍があって成人するまで生きられるはずがない。誤診だ、と断言した。私は、短期でわがままないとこのことがあまり好きではない。けれど、もし十数年前の誤診がなく、学校にきちんと通えてたら、おじ夫婦からの、優しい虐待、がなかったら、いとこの人生は、随分違ってただろうな、と思うと、なんだか切ない。ネットで見つけた怖い話。第9点23は、おい。もう一個、同じくラジオから。こっちは妹が聞いた話。一匹のタイが海を泳いでいた。ある日、知らない魚が寄ってきた。タイさんは立派ですね。まさに海の王様ですね。ところで、僕も丸タイ。忘れた。金目鯛とかその辺。って名前なんですよ。タイさんとは兄弟です。一緒に泳いでいいですか？オッケー。しばらく一緒に泳いでいたら、また違う魚が寄ってきた。
同じように自分も名前にタイがつくとアピールし、一緒に泳いでいいか尋ねられ。当然了解して、また泳ぎ出す。それを見ていたイソギンチャクが、どうして群れてるのか尋ねた。名前にタイがつくシャドウし、兄弟だからと答えたら。タイさん、彼らは名前にタイがついていても、全然違う魚ですよ。そういうのは、兄弟、じゃなくて、あやかりたい、って言うんです。そこに落ちてる鏡で、自分の姿を見てみなさい。彼らなんて足元に及ばないほど立派ですよ。まさに海の王様です。言われた通りに見てみたら、初めて見る自分の姿は本当に立派だった。自称兄弟たちを見たら、罰が悪そうな顔をしている居心地悪そうな彼らに、タイは言った。こんなに広い海で、誰が王様とか関係ない。僕は、君たちと泳いでいて楽しかった。さあ、一緒に泳ごう。そして彼らは、また一緒に、仲良く泳いでいきました。その直後、軽やかな女性アナウンサーの声で、今日の料理はタイのカルパッチョです。料理コーナーだったらしい、ラジオに向かって、おい、出てぶりつきで本気で突っ込んでしまったそうだ。ネットで見つけた怖い話。第9024話、フリマで買った古そうな地時計。コピペ、オークション開催中に来る質問についてのスレより。360、七子さん、新規、2010年5月13日、期、10時50分、24、ID、QBUXRHL0、フリマで買った古そうな地時計を出品してたら、マルコですか？お母さんです。あなたが急にいなくなってもう4年になります。おじいちゃんの片身の時計が出ていてとてもびっくりしました。一人で大変なのではないですか？苦労していることでしょう。一度連絡してください。家の電話番号は覚えていますか？ XX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 
人違いですよ母さん。どうすりゃいいんだよ、電話番号出てるから返事するわけにも。てか、フリマでこの時計を売ってたのがマルコちゃんだとしたら、苦労どころか彼氏っぽい人と大変幸せそうでしたが、ネタにしても何にしても、何とも言えない後味の悪さ。まず時計なんてオーダーじゃなく市販のものだろうし、フリマの人とマルコは別人という可能性のが高そう。それを自分の家のものと思い込んでデムパなメール送るような送り主が精神的にヤバそう。不気味な後味の悪さ。海外の FACE 防警かなんかで、赤の他人に、あなた私の息子のおでしょとか一生懸命レスつけてるおばはんいたなぁ。レスつけられた方は、マダム氏と違いではと必死に説明しようとしてるのに、マダムは絶対納得しないという W。おばはんって広島の東西を問わず変わらないな。ネットで見つけた怖い話。第9025話、なりきりおじいちゃん。個人的に後味が悪かった実は、もう10年以上も前に、ある地方都市に2年間赴任することになった。新しい営業所の準備作業だったんで、勤務中は基本的に一人きり。もう寂しくて寂しくて、仕事が終わると毎日飲み屋だのスナックだのを飲み歩くのが唯一の楽しみだったんだ。で、半年もしないうちに行きつけの飲み屋ができた。おかみさんと店主だけでやってる、カウンター4席テーブルにすぐるの小さい店。この店には、名物常連客がいた。常連と言っていいのかどうかはわからんが、簡単に言うと、なりきりおじいちゃんなんだ。来るとしたら月の最終土曜日。ある時は引退したがか、またある時は売れない詩人、別の時はマグロ船の乗組員。とにかく、ちょっと気になる過去の設定でじいさんはその店に来る。服装なんかも、微妙にそれっぽいものをチョイスしてる感じだったな。向こうから話しかけてきたりはしないんだけど、話しかけられると、
自然な流れでいろんな体験談とか雑学とかを教えてくれる。引き込まれるし、話も上手だった。元は、店の近所というか隣町というか微妙な地域で自営業を営んでいた老人らしい。近所の評判でも巨言癖があるような噂はなくて、実直で真面目な人って評判の。店主やおかみさんや他の常連さんも楽しみにしてるみたいだったし、最初はびっくりしたけど、アシモフのユニオンクラブものに出てくるグリズウォルドから毒を抜いたようなキャラクターに、なんとなく自分も好感を持った。弁護士とか警察官とかそういうものにはならなかったし、特にお金持ち設定にして他人を見下すようなこともなかったから、害もなかったし。設定は嘘なわけだけども、雑学とか豆知識とかは本当のことばっかりだったから。頭の回転も知識量も半端ないじいさんだった。多分。だから、じいさん自身、バレてないって思ってたわけじゃないと思う。何きっかけで始めたのかは知らないけど、あくまでも、ごっこ遊び。で、誰かを騙すつもりなんかなかったんだろう。でも最後には、その日で二度目、たまたまじいさんの来店日にかぶっちゃった客に。何のつもりだ。前に見た時は犬のブリーダーだって言ってただろう。知ってるぞ。あんた、バツバツ町の金物屋やってたんじゃないか。って糾弾されて終わっちゃったんだけどね。その日は確か、元古本屋の店主って設定だったと思うんだけど。その客は酒が入ってたのもあって、なんかものすごい怒りようで、下手したらじいさんに殴りかかるんじゃないかってくらいの勢いだった。実際、じいさんのベストを掴んで席から立たせたりしてたし、おかみさんが戸口から、近所の交番のおまわりさんを呼んで、あのじじいが詐欺だ。あのじじいを逮捕しろ。って暴れる客とじいさんは連れられていった。自分もなんか冷めちゃって、少ししてから他の常連さんたちと一緒に店を出たんだけど、交番の前を通りかかったら、うなだれて小さく座ったじいさんが見えた。あの客は見える範囲にはいなかった。それ以来、その店にはじいさんは現れなくなった。自分もそれから半年くらいして本社に戻ることになったので、どうなったのかは知らない。誰が悪いわけでもない。てか、そもそもじいさんが嘘をついていたのが悪いんだけど、なんか、それを受け入れちゃった俺らも悪かったんだとか、でもあれがじいさんの楽しみだったんだから、とか、いろいろ考えて、思い出すたびにもやもやする。今日のオカルトスレ、閲覧注意、不気味なほど怖い話。64、俺が小児科の研修医だった頃の話。小学2年生ぐらいの女の子と付き添いのお母さんが診察室に訪れた。この女の子は夜眠れないそうで、いつも朝方になってからやっと眠るそうだ。そのため、学校で居眠りをすることが多く、先日も先生に呼び出されて注意を受けたとのこと。たまに寝つけたとしても大抵夜中に大泣きして目覚めてしまい、その度に起こされて家族も困っているらしい。最初、不眠症かな?と思った。睡眠障害は大人の方が圧倒的に多いが、大人だけの病気じゃない。子供が睡眠障害になる例も珍しくはないのだ。とりあえず何か不安なことはないか聞こうと思い、話しにくいかもしれないのでお母さんには席を外してもらって、その女の子と二人で話をした。いかがその会話? 65、俺、どうして夜寝ないのかな?女の子、寝たくない。俺、なんで寝たくないのかな?寝るの嫌い?女の子、寝るのは嫌じゃないけど。俺、けど、女の子、夜、寝てたら起こしに来るから。俺、誰が起こしに来るの?女の子、お母さん。俺、お母さんが夜中に起こしに来るの?女の子、うん、まるまる、女の子の名前、の耳元でなんかボソボソ喋ってくるの。俺、なんて耳元で喋ってくるの?女の子、
あんまり聞き取れないけど、なんとか、水けね。って言ってると思う。俺、お母さんが耳元でそう言ってくるの？女の子。うん、お母さんっぽい人が。俺、お母さんっぽい人？起こしに来るのはお母さんじゃないの？女の子。お母さんに似てるけど、多分違うと思う。俺、じゃあ誰？女の子。わかんない。俺、なんでお母さんと違うって思うのかな？女の子。だって、いつも壁の中からしつてくるから。68。もうね、怖すぎて俺こんな状態になった。おめが、自分の部屋で寝てるって言うから、お父さんとお母さんのベッドで寝るように話して返した。お母さんには日当たりの問題かもとか適当なこと言って、なるべく女の子の部屋を変えてもらうように話しておいた。それ以降受診に来なかったから女の子はちゃんと眠れるようになったと思う。その代わり俺が寝れなくなってしまった。水けねじゃなくてめじゅけねじゃないか？こっちの方言でかわいそうって意味だが、取りつく少女、閲覧注意。これは、私が小学生の頃の話です。学校からの帰り道、真っ黒な髪を腰まで、伸ばした女の子が、公衆電話の前に立っていました。その子が振り向いて、話しかけてきた時に、その目が白く濁っていたことから、私は、彼女が盲目であること、を知ったのです。その子は透き通った声で言いました。ミカちゃん、お葬式の、最中に悪いんだけど、私の代わりに電話をかけてくれる？私は、何か、誤解されてるな、と思いながらも、そこは突っ込まずに、それよりも彼女がなぜ、迷うことなく私の名前を言い当てたのか、知りたいと思いました。どこか、で、あったかしら？すると彼女はクスクスとおかしそうに笑い、本を、読むように饒舌に語り始めたのです。クラスが違うから、知らなくても。無理はないけど、あなたの同級生よ。あなたは一組で私は、六組。廊下の端。と端ですものね。でも私は、ずっと前からあなたを知っていた。目の悪い人間ほど、声には敏感なものよ。あなたはとても綺麗な声で、クラス。の人望も厚くて、よく皆の話題になってた。だってあなたは優等生の、見本のような人ですものね。きっと私の頼みを聞いてくれると思ったの。エゴイスティックな他の人たちとは大違い、何かが狂ってるような気がしました。それでも私は、その少女の、言う通りに、ダイヤルを回し、当時はまだダイヤル式の公衆電話でした。少女の言う通りに、受話器を渡したのです。女の子は、電話の向こうの誰かと声を潜めて話しては、時々こちらを見て、にっこりと笑いました。その電話が終わり、少女が去った直後でした。私が、途方もなく恐ろしいものに取り憑かれていたことに気づいたのは、理由を詳しく説明することはできません。私の、つまらない文章の意味を理解したものだけが、取り憑かれる。それが、この少女の呪いの、ルールなのですから。16、おいこういうのはガチでやめてくれ。20、22、気づかない方がいい。23、縦読み、33、好きだっていうだけなのもなんだから春。根田屋の歌、リンク。58、エレベーターの男。私は、仕事ですごく疲れ自分のマンションに帰ってきた。高い階に住んでいるのでエレベーターに乗ろうとしたらすでに男が乗っていた。男は帽子を深くかぶり顔を見せないようにして立っている。気持ち悪いなぁ、と思ったが仕方がないので軽く挨拶をして乗った。男は返事もせずただじっとうつむいたままだった。男は途中でエレベーターを降りた。降りるときに肩がぶつかった。一応私は、あ、すいません。と謝ったが、その男は無視して、またさっきのように顔を見せないよううつむいたまま降りていった。自分の部屋に帰り、少
少し落ち着いたところで何気なく男とぶつかったところを見てみると、結構派手に血がついていた。うわぁ、なんなんだ、気持ち悪い。と思ったがさほど気にせずにいた。それから何日か後、突然部屋のインターホンが鳴った。ピンポーン。誰だろう。とドアの覗き穴から見てみると警官が立っており、すいません。実はこのマンションで何日か前に殺人事件があったのですが、怪しい人物などを目撃されませんでしたか？と聞いてきた。あ、あの人のことかな。と思ったが、その時見ていたドラマがちょうどいいところだったし、仮に、見た。とでも言うものなら詳しく聞かれてかなりの時間を割かれてしまうし、大変だと思ったのでドア越しに。いいえ、見ていません。というと、何事もなく警官は帰っていった。それから次の日、テレビを見ていたらニュースである殺人事件のことを報道していた。場所はこのマンション。あの変な男とエレベーターに乗り合わせた日だ。やっぱりあの日何かあったんだ。もう犯人は捕まったらしい。その後テレビに犯人の顔写真が映された。あの警官の顔だった。65。58の話って女優。名前忘れた。が実際に体験した話だよな。107。室井ゆずきだな本人てか友人だが、100。僕が廃墟に探検に行った時のこと。2階には小さな子供部屋があって、僕は何か面白いものがありそうだからそっと入ってみた。ボロボロの机に、一つ日記帳が置いてあった。でも中はしんさら。なんだ残念、と思ったら、一番最後のページに、汚い字で日記らしいものが書いてあった。18分の8晴れ。猫踏んじゃった。猫踏んじゃった。ふかふかの毛布にくるまった。猫、踏んじゃった。わざとじゃないよ。でも、ちょっといい気味だったよ。猫さんは痛いとき、にゃーって泣くけど、猫踏んじゃったとき、猫は泣かなかった。なんでかなぁ。不思議だなぁ。あ、ママがゆうくんを呼んでる。ずーっと呼んでる。ゆうくん、まだ起きないのかなぁ。僕は、なんだかゾッとして、日記帳を閉じた。壁には、寝ている赤子の絵がかかっていた。オチは知らない、の。102、猫踏んじゃった。166。A と B と先日見たホラー映画で出てきた合わせ鏡について話し合っていた。A、あれ怖かったよなぁ。B、あんなもん作り話だろ。A、ほう、じゃあお前実際にやってみろよあの映画っぽくさ、なんかあるかもよ。ちょうど B の家には大きな鏡が2つあった。B、あーいいぜやろうじゃんよ、その代わりなんもなかったらジュースおごれよな。そして B の部屋で合わせ鏡をしてみることになり、映画のように鏡を配置した。A は B への居間で待機、B が部屋にて実行するということになり、連絡は携帯電話でということになった。B さんが部屋に入って5分後。A、よう、なんかあった ?B、ジャンプしたり、手振ってみたり喋りかけたけど何もないし、鏡に映ってる俺は、全員俺と同じに動いてるだけだぜ。やっぱなんもねえなジュース書く。ブツ。電話がいきなり切れてしまい A は再度かけ直すと、B、何もありませんでした。今からそちらに戻りますので少し待っていてくださいね。次の日から A と B を見た人は誰もいませんでした。194、ある田舎の高校1年生くらいの少女が、誕生日祝いに親に携帯電話を買ってもらった。その子はとても喜んだが、その頃は携帯があまり普及していなく、また田舎ということも、あり、少女の周りの友達は誰も携帯電話を持っていなかった。しかし、ある時その子の携帯に一通のメールが届いた。その内容は、メル友が欲しくて、適当に番号を入れて送ってみました。よかったらメル友になってくれませんか?というものだった。その子は当然喜び、その申し出を受け入れた。その日からその子はそのメル友と毎日のようにメールをしていた。そのメル友は男の子で、高2だということで、歳も近いその男の子に、少女は次第に惹かれていった。しかし、
その男のことはテレビや学校の話はするものの、どこに住んでるのかとかは不明だった。男の子はあまりそういう話をしたがらなかったのだ。ある日少女は意を決して男の子にメールで聞いてみた。声が聞いてみたい。それに、直接いろいろな話をしてみたい。というようなことを。男の子は、しばらく間を空けたを。僕も直接話してみたい。今日の夜8時頃に電話するよ。というメールを返した。女の子はとても喜び、どんなことを話そうかいろいろ考えながら8時を待った。それから、8時を少し過ぎたところで男の子から電話が来た。女の子は、男の子との初めての電話をまた後で聞き返したいと思い、録音機能を使いながら、会話をしていた。男の子との会話はとても楽しく、ふと気がついたら9時半を回っていた。女の子は、もうこんな時間だ。また今度話をしよう。と、そこで会話を切った。女の子はとても楽しかったな、と、男の子との会話を思い返していた。が、なぜかあまりよく思い出せない、とても楽しかったことだけは覚えているのだけど。そうこうしているうちに、初めての電話という緊張から解かれたためか、眠くなってきてしまった。今日はもう寝よう、と10時過ぎには就寝していた。突然、あんた何やってんの?と、母親の怒鳴り声がして女の子は目を覚ました。女の子は2階の自分の部屋の窓から転げ落ちる寸前だった。時計の針は2時を指している。母親は女の子の部屋からやたら物音が聞こえるので見に来たのだった。女の子はなぜ自分が窓の手すりを乗り越えようとしてたのかわからなかった。ふと、男の子との会話が気になった。確か録音してたはずだ、とその会話を聞いてみた。その携帯に残っていた会話は、これだけだった。お前は今夜2時に窓から落ちて死ぬ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 。213。ある夏の夜、私は、コテージで4人の友人たちと怖い話をし合っていた。一人ずつ自分の知っているゾッとする話をしていく。そしてとうとう私の番になった。私は、ぽつりと簡潔に言った。実は私は、ガンなんだ。一瞬その場にいた全員があっけに取られたような空気が流れた。本当だ。冗談ではないんだ。先月鈴谷の病院で精密検査を受けてな。私は、隣にいた鈴谷を指さした。鈴谷は実際に大学病院で外科医をしている。事実本当に私は、先月彼の病院で精密検査をし、どこにも異常はないとの結果が出ていた。だが鈴谷は機転の利く男だし、私の怖い話を盛り上げるために話を合わせてくれるだろう。結果は良好と言われたが、何、長い付き合いだ。本当はどんな結果だったのかはわかる。しかし一人で死ぬのもなかなか恐ろしい。ついてはさっきまでみんなで食べていた料理に遅効性の毒を入れたんだ。少々悪いとは思ったが何、みんなで一緒に行こうじゃないか。友人たちは誰も何も言わなかった。妙な緊張感が流れた。というのが私の怖い話なんだ。どうだい?ゾッとしたろ?冗談に決まってるだろ。笑おどかしてすまなかったな。笑。私の予想に反して、場の空気は緩まなかった。突然、鈴谷が指を口に突っ込んで無理やり食べたものを吐き出し始めた。それに続いて全員もそれに習った。おい、冗談だよすまなかった。私が毒など入れるわけないだろう。汚いからやめてくれよ。何度なだめてもみんな誰も耳を貸さなかった。226。8年くらい前に知人とおるしてて、ブラブラしていたら、建て替えのため建物の入り口を薄い板で塞いだ、
集合団地に入ってしまった。人の気配が残る無人の集合団地は、不気味だったが、引き返すのもと思い、中を突っ切ることに決めた。途端携帯が鳴り急いで出ると、携帯を当てた耳トラクの耳に後ろから、誰?と、かすれたドスの聞いた女の声が、ゾワッとして即携帯を切り、着信を調べると友達の名前が出ていたので、かけ直して電話したか聞いてみたら、こんな時間、深夜3時、に電話なんかしない、と、言われた。ダッシュで集合団地を引き返し出たよ。230、ゲーム雑誌会社で働いていました。当時はゲームと毎日向かい合っていたので振り返るのをやめていましたが、会社自体が潰れて。しばらく経ち、どこの会社かバレても支障がなくなったので、その時のことを書いてみようと思います。仕事内容とは別に会社内でもいろいろな怖い話があるんですが、ソフトに関係した話を。ゲーム雑誌にはいわゆる裏技コーナーというページがあります。当時、私の会社では定期的に裏技つどわを集めた本を発行していました。そこには最新のソフトばかりでなく、昔の、それこそ、FC やメガドラ、あるいはもっとマイナーな、滅亡機種の滅亡ソフトの技まで収録されていました。詳しい方なら出版社の検討がついたと思います。そこに収められている技についての読者からの質問は、新人編集が電話で答えることになっていました。収録されている限りはどんなソフトでも OK です。ある日、いつものように読者から電話がかかりました。ソフトは SS、セガサターンの100物語について、収録されている101話の怪談がどうしても始まらないというのです。今となっては記憶が曖昧なのですが、確かあれは、全100話分をすべて見ると見られるおまけみたいなものだったはずです。担当者はそういうような旨を電話口で伝えるのですが、相手は、でも見られない、初期出荷分だけなのではないか、と言います。そういう時やるのは、実際にこちらで確認してみることでした。こちらで確認しますので改めてお電話いただけますか?時間がないので、明日までのお願いします。電話を切ったのが午後6時前後。電話の相手は翌日の16時に電話をするとのことでした。ソフトを探す時間、100話分プレイする時間、技の確認。それを本来の仕事と並行しながら行わなければなりません。232。降格降下、この日は DCC の工業費。終わるまで誰も帰れないので一晩中高校と電気がつき、編集部内も賑やかです。おまけに、手が空いた人に手伝ってもらうこともできます。新人編集と制作部の女の子たちが交代でゲームをプレイすることになりました。話によっては監修の稲川氏が自ら出演して音声で進めるものもあるため、プレイをする人はイヤホンをつけました。怖い人、興味のない人などは、内容を読み飛ばしてただボタンを押し続けるだけですが、たまに興味を持って進める人もいました。自分のように、夜も置いたまわり、4時くらいになった頃です。舞踏士でゲームを進め、70話ほど進行しました。このあたりの時間から自分の担当分が高揚し、そのまま机や仮眠室で力尽きる人が出てきます。そのため、プレイ人数は減っていき、やがて自分一人でプレイしなくてはならなくなりました。イヤホンからは稲川氏の早口な喋りが聞こえてきます。正直、体力が落ちているこの時間くらいになると、何を言っているのか聞き取ることができません。かなり疲れてきていたのか、無意識に目を閉じていたようです。不意に、音声が途切れました。あ、終わったのかな?と僕は、目を開けました。話が終わると消えていく、100本ろうそくの画面が出るはずです。しかしそこには違うものが映っていました。233、顔の下半分がぐにゃぐにゃに歪んだ老婆の顔のアップでした。元は何かの話のクライマックス用のビジュアルなのでしょうか。
大きく口を開けた老婆がこちらを凝視していました。ディスクの読み込みエラーなのかもしれません。画面の下半分だけが痙攣したようにブルブルと震え、それに合わせて老婆の口もぐねぐねと歪みます。イヤホンからは稲川氏の声。じーっと見ているんですよ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 。そこの部分だけが繰り返し再生されます。妙にゆっくりと。ソフトのフリーズはしょっちゅうですが、こんなエラーの仕方は初めてです。やがて、リピートしていた稲川氏の音声にブツブツと雑音が入り始めました。SS はディスクを読み込もうとガリガリ言い出しています。未成部分の時間がもったいないとは思いましたが、僕は、怖くなり電源を落とそうと手を伸ばしました。その瞬間、稲川氏の声がぶつりと途絶え、ゲームに収録されているせ、効果音がめちゃくちゃに再生され始めたのです。クラクション音、風の音、カラスの声、すすり泣き、雨音、そしてゲタゲタ笑う少女の声。老婆の画像のブレもどんどん大きくなり、顔全体が引きつったようにガクガクと歪んでいました。僕は、電源スイッチを叩き切りました。切る瞬間、男の声で、チェよ、と聞こえたのを覚えています。そんなデータは、なかったはずですが。234。僕は、逃げるように席を立ち、近くでぐったりしていた同僚を叩き起こして、無理やりコントローラーを押し付けました。彼は急に起こされてわけのわからないという表情でしたが、怖いから続きをやってくれ、という僕の頼みにニヤニヤしながら変わってくれました。明らかに小馬鹿見ている様子でしたが、仕方ありません。しかし、数分もしないうちに彼は不機嫌そうに戻ってきました。データ飛んでるぞ。スイッチが切られ、モニタには何も映っていません。しかし、かすかに映り込みがあったようで、宣告の老婆の輪郭がぼんやり残っていました。本体の蓋を開けた状態で電源を入れます。これでセーブデータの確認ができます。本体メモリにセーブデータを保存していました。しかしデータが壊れていました。正常ならソフト名の欄に半角カタカナで、百物語、と明記されているはずなのですが、そこには、ギギ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 、と羅列してあったのです。236、僕は、すぐにそれを消去しました。どうするんだ?と尋ねる同僚に、僕は、バックアップ用の外付けメモリロムを渡しました。10話ほど遡るけどここにもデータが入っているからこれで100話クリアしてほしいと頼みました。当然嫌がられましたが、何でもするからと懇願し、しぶしぶ承諾してもらいました。このせいで後で別の意味での恐怖体験を味わうことになったのですが、オカルトではないので省略します。結果的には、霊の裏技は普通に始まり、電話の相手の取り残しかデータの読み込みミスだろうということで決着しました。240。俺の職業は精神科医なんだが、この前ゾッとするようなケースに遭遇した。俺の家の隣に、60代の夫婦と30歳ぐらいのその息子の3人家族が引っ越してきた。息子はいわゆる引きこもりらしく、その姿を見かけることはあまりなかった。まあ、その家族の口からは聞けないが、そういう世間体とか気にして越してきたんだろう。その息子は日が経つにつれ、外に出る回数も減り、いつしか全く部屋から出てこない完全な引きこもりになってしまった。毎晩のように、息子の部屋から母親の怒鳴り声が聞こえる。玄関先で母親に顔を合わせたりすると、笑顔で挨拶してくれるが、明らかにやつれてきていた。隣の息子を見なくなってから、半年くらい経ったある日、隣の父親の方が、明日家の方に来てほしい、とお願いしてきた。個人宅に訪問して診察したことはなかったが、近所付き合いもあったし、了承した。そして次の日、その家を訪れると夫婦揃って出迎えてくれた。こちらです。と母親に案内され、息子の部屋の前まで来た。母親が、開けるわよ。
とドアを開けるなり、いつまで寝てるのよ。と大声を上げながらベッドの布団を脱いだ。その姿を見たとき、俺は、驚愕した。ベッドには、顔のない裸のマネキンが一体横たわっているだけだった。そして、父親にこう言われた。見てほしいのは、現実を受け止められない私の妻です。この話がずっと気になってるなんだったんだろうか。謎の集落。リンク42。こういう話好きだ。45。場所わかった。54。どこ？55。徳島と高知の境物のベイザナギ流周辺じゃないかな。霊峰剣山のふもと。56。どうやってわかったの？57。文章の中の、無数の白い紙の人形のようなものが、割り箸みたいなのにつけられて突き刺さっていた。の部分イザナギ流では和紙を人形に切って割り箸のような木につけられて建てる奥深い山の描写もそうだけど、四国は山深い地域とはいえそのような風習が残っているのは物の部周辺だけだろうと思ったんです。58。なるほど詳しいですね。結局話の中の集落は何だったのかな。電気メーターがないのに人がいたり追いかけてきたり平日なのに子供がいたり便器の大量投棄も謎すぎる。79。小学4年の夏休みに、じいちゃんのいる田舎に帰って、近くの山で一人で遊んでた時のこと。最初はあんまり奥には行かず、道沿いに昆虫なんかを探してたと思う。しばらくしてふと森の奥を見ると、信号機が立っているのが見えた。まさに、都会の道路にあるあの信号機。未だにはっきり覚えている。ランプは点灯していなかったが、倒れたりはせずしっかりと地面に立っていた。なんだあれ？と思って森の奥に行こうとに、三歩踏み出した瞬間、横の草むらからガサガサっと音がして、ビクッと反射的にそっちを向いたら、得体の知れないものがのしかかってきた。ここで一旦記憶が飛んでいるので、あまりうまくは言えないが。一瞬だけ見て覚えているのは、黒くて大きな三日月を横にしたような物体？だった。それで次に気づいた時は、じいちゃんの家に向かって歩いていた。そしてその道中、妙に頭がかゆい。家に着くと、母親が俺を見て悲鳴を上げた。あんた、頭どうしたんよ。と。え？と思って顔や頭を触ると、血がべっとり。でも全然痛くない。80。わけがわからないまま、とりあえず頭に当てときなさい。と濡らしたタオルをもらったので、そのまま縁側に座って、しばらく下を向いて止血していた。何分ぐらい経ったか、ふと顔を上げてみたら、母親、父親、妹、じいちゃん、ばあちゃんが俺の前に全員立っていて、みんな目をぐるぐるさせながら、わかるかな？俺を見てニヤニヤと笑っていた。そこでまた記憶が飛んだ。これは多分ショックで気絶したんだと思う。目が覚めると俺は、布団に寝かされていた。ちょうどばあちゃんがジュースを持ってきてくれたところで、顔を見ても、俺が知っているいつもの優しいばあちゃんだった。暑いからねえ、帽子かぶらんと、日射病は怖いよ。なんて言っている。俺は、とっさに頭に手を当てたが、血どころか傷の痕跡すらない。で、この後どうなったかというと、何もなし、もちろん家族も全員普通。森の中の信号機も、得体の知れない物体も、頭の出血もみんなの気持ち悪い笑いも全部謎のまま、今に至る。小学生の俺は、一人混乱したまま、こんな出来事を誰に説明できるわけもなかった。誰かこういうことに詳しい人がいたら、教えてほしい。あれは何だったんだ？86。布団に寝かされるまでの顛末を家族に聞かなかったのか？91。信号を見た時はもうすでに熱中症になってた。倒れてたかもしれん。誰かが発見して家に運ばれて布団に寝かされていた。これが実際信号から布団までの間の出来事は夢だね。信号、三日月、出血、不気味家族、これみんな具合悪い時の悪夢系？267。今は亡きばあちゃんから聞いた話。ばあちゃんがひいばあちゃんとか、
先祖から言われてきたこと。山には絶対に鏡を持ち込むな。山は人ではないものに会うことが多いが、通常は気づかないふりでノープロブレム。でも鏡は奇な存在で、異なる存在同士を結びつけてしまう力があるらしい。ばあちゃんが先祖から言われたのが、山で鏡に自分自身を映したとき、昼なのに背景が夜になってたら手遅れだ。すでに自分の存在が人とは異なるものの世界に取り込まれているらしい。そういう時に、神隠しが起こるらしい。さらに言うと完璧な神隠しというのがあって、この場合はいなくなったこと、もともといたという存在を消されるらしい。多分山での遭難を避ける戒めだと思うが、この話を聞いた時は正直怖かったな。285。夜は鏡に布をかぶせたりするけどね。剥き出しのままは良くないらしい。特に中古の鏡とか、何を映してきたのかがわからんのは使わない方がいい。カスタネダの本で鏡でお化けを見る方法があるが、あれは創作であってもとても怖くて試そうとも思わんわ。帰ってくれなくなるという点は共通しているし。294。山仲間の話。そろそろ日が暮れようかという頃合い。一人辿っていた林道で場違いなものを見つけた。道の真ん中に落ちていたもの。それは古い方の携帯電話だった。気に寄った途端、いきなりその携帯が音を上げて震え出した。ミッキーマウスのテーマ。どうやら着信があったらしい。てっきり電池が切れていたと思った携帯が鳴ったのにも驚いたが、それ以上にこの山奥で受信できていることに驚く。どこの電波拾ってるんだろう？拾い上げてみたが、発信者名は文字化けを起こしていて読めない。どうしようか迷っていると、電子音がして勝手に通話状態になった。え、俺何もしてないぞ。295。続き、声は聞こえないが、何か息遣いのような音が聞こえてくる。仕方ないと覚悟を決めて、もしもし？と話しかけた。ぞ。もしもし？よく聞こえませんが、この携帯は落ちていたもので、略れた声相手に事情を説明していると、突然鮮明な大声がスピーカーから流れ出た。見つけたぞ。理由もなく、背筋がぞっと寒くなる。携帯を投げ捨てるやいなや、後ろの山に気配が湧いた。何か正体がわからないものが、嫌な気を発しながら駆け降りてくる、そんな気配。大きくて重たいものが、自分目指してまっすぐに向かってくる、そんな気配。理由はわからないが、なぜかそう確信してしまった。暗くて足元も定かでなかったが、それでも必死に林道を駆け降りた。追ってくるものが何かはわからない、しかしあれに捕まっては絶対にダメだ。何度も転げながら、いつしか泣き出していた。距離を詰められてきているのが分かった。このままでは追いつかれる。296。おしまい。